正直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。全国2万人の正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。さあ、今週も大好評につき正直将棋を行います。対局者をご紹介しましょう。先手、大人の階段を登れない永遠の15歳小野エレナ。お願いします。後手、どんな時も不細工な顔は見せないアイドルサイボーグ渡辺真由。お願いします。本日の解説員はこちらの2人でございます。まずは三度の飯より嘘が大好き大嘘清人さんです。そうですね、今回はやらせ 100% でお送りします。違います。大嘘さんが言うことがあんまスタッフの皆さん笑わなくなりましたね。宮崎、はい、この対局はどうですか？お二人ともですね、すごい仲が良くて、一緒にいる時間がメンバーの中でも多いので、本当はどう思ってるのかっていう本音っていうものを聞きたいなと思ってきました。なるほど。まずはプライベートでも仲のいい二人が考えてきた質問をご覧いただこう。これ言われたらきついなみたいなある？小野さんから渡辺さんの7番、うん、ね、害がね、大きいんじゃないですかね、これは。害って何？害、うん、害って何？この後がね、うん、はい、関係がね、そうですね、うん、壊れるかもしれないっていう、うん、今後どうなっていくのかっていうところですかね、やっぱり。渡辺の質問きついですね。結構きついですよ。結構きついのが多いですね。結構きついのが多いな、はい、きつめで、きついです。きついな。ああさあ、それでは意気込みの方を聞きたいと思います。はい、先手小野、初参戦なんですけど。初めてっけ？これ超初めてなんですけど、ちょっと楽しみにしていた部分もあるので、うん、ちょっといつもはこう一緒にいても聞けないことをですね、うんうん、今日ここで。さあ、そんなヘラヘラしてられるかな。さあ、続いて渡辺。はい、私この正直将棋はもう2回目なので、な、前回は勝ってるので、うん、今回も割と自信があるので、うん、勝てる自信ありますか？はい、あります。なので頑張ろうと思います。どうしよう。わかりました。頼もしい。さあ、それでは、参りたいと思います。正直将棋、まずは先手小野からいきましょう。はい、まずは感情をあまり表に出さない渡辺に対してこの一手。2番で。2番。おお、はあ、これはでもどう、宮崎、やっぱ眉優に関して。眉優だからってことですね、これは。ああ、そう、はい、この子さん聞きたかった。そうですね、ちょっと気になってましたね。わかりました、はい、それではお願いします。他のメンバーがスタッフにチヤホヤされているとイラッとする。いいえ。さあ、針がさあ、お、下がっていましたね。逆に下がっていましたけど、これは動揺しているんでしょうか？こっからの伸びはあるんでしょうか？さあ、徐々にいったけど、また下がりましたんで、これは耐えました。セーフです。セーフ。全くこういうことは感じたことはない。まあ、それはもうしょうがないことなので、うん、まあ、イラッとまではしないと。もう諦めない。チヤホヤされようが、人それぞれなので、イラッとはしないですね。でなんて、おの、そうですか。そうでございます。すか、はい、さあ、じゃあ続いて後手渡辺いきましょう。はい、渡辺、同い年の15歳だから気になるこの一手。おお、4番。正直同級生の宮崎と渡辺よりも大人の色気があると思う。いいえ。超えた、一本超えました。一本です。さあ、このぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけそのガキだなって思うってこと？いや、違います。中身はみんなこう3人ともやっぱ同い年なので、うん、話すことも一緒なんですけど、うんうんうん、まあ見た目的に私の方がナイスバディです。バディってこと？言われましたけど、やっぱりこう写真集とかをやっぱ出しているじゃないですか、うん、そうですね、うん、写真集出てるから、はい、うん、そうするとすごく、うん、ナイバーディーですよ。ナイバーディー、ナイバーディー、ナイバーディー。言い訳はあると。さあ、じゃあ続いて宣伝いきましょう。どうしよう。宣伝、はい、ちょっとじゃあこれいきたいと思います、はい、
さあ何番でしょうか。6番です。6番。あ、これは確かにそうですね、はい、最近ですね、これは最近、はい、正直自分より年下のメンバーが増えてきて焦っている。いいえ、たくさんメンバー増えてますけどね。さあ、そうだ、さあ、うわ、耐えましたね。セーフです、一本ならず。これ全然渡辺焦ってはない。確かにちっちゃい子も増えてきてますけど、うんうん、まあ、ちっちゃい子は可愛いので、うんうん、よろしいのではないのかと。そんな焦りは。なんだよ、その語尾のなんかその丁寧語、はい、よろしいのではないのでしょうか。将棋に合わせて。将棋に合わせて。気遣ってくれてるんですね。そういうスタンスで焦ってはないですね。うん、はい。ということですよ、あの。そ う, そ う,、うん、そうでございますか。はい、さあ続いて後手渡辺。はい。行きましょうか。渡辺、ここで3人の友情を確かめるこの一手。そうか。力強く番1番。さあこれはちょっと厳しい問題ですね。それではお願いします。正直10年後には宮崎と渡辺とは友達じゃなくなっていると思う。いいえ、伸びるか。渡辺と宮崎と友達ではなくなっていると毎晩夜な夜なそう思っている。おお、一本だ、一本、1本超えました。ああ超えましたよ。あなた我慢してたけど。嘘だよ、そんな思ってないですよ。いやだってこれね、先生正解率はね 99.9% です。何ですから、間違いないんですよ。はい、宮崎と渡辺、これどうですか。え、待って、信じてましたね。裏切られた感じですね。心が痛い。ちょっと、まあ、正直私の方が色気あるって思ってますしね。うん、色気ある友達ができるんでしょうね。ちょ、俺的にはそんなこと思ってない。全然思うわけもなかろうもん。なかろうもんって急にお前博多弁喋ってる。なかろうもん絶対ないですけど、うん、でも渡辺もよう言ったね。怖くて聞けんけどね、普通。でも確認のために信じとって。まあ仲いいからこそね、聞けるみたいなところ。そうですね。なるほど。さあ、はい、ということで、早くも大手渡辺。よっしゃ、ね、さあ頑張れ頑張れ。そうですね、あーどうしよう。ちょっとずっと気になってることがあるんですよ、実は。うん、8番で、これは王道ですね、もう。王道てか、もう眉ゆって感じです。え、はい、あ、そう、あ、そう。さあ、それではお願いします。実は自分でネットで名前を検索して人気を確かめている。いいえ、顔は冷静ですけど。おお、渡辺どうなんでしょうか。ネットで確かめている。自分の名前を入れて。お、リコーダー、1本超えました。あら、超えちゃった。さあいいですね、俺いいとこつきましたね、はい、これどうなの渡辺。あ、でも確かにネットはすごい好きなので、うん、よく使いますけど、自分のどう思われてる、うん、渡辺、うん、まあ言う AKB みたいなポンと調べて、うん、でバー出てくるでしょ、でそこをこう見たりしてるんですかっていう、はい、あでも確かに自分のあれですね、ブログ読んだりとか、うん、画像検索とかはしますね、うん、はい、なるほど、はい、へえ。いやでもなんかね、知れてよかったです。あ、本当ですか。はい、行わせんの。え、そういうことはネットでこう自分の名前入れて検索みたいな。おお、やってますね。あれ、最近したようなしなかったような。やってるな、これは。やってます。でも、うん、そう、みんなそうですよね。さあみんなに振りましたけど、みんなはガン無視です。ガン無視です。ここは冷たい、みんなガン無視。やっとで、ね、1本取れましたんで、小野は、はい、後手いきましょう。続いて後手、はい、渡辺、はい、ソロ写真集を出している小野にこの一手。さあ5番で言いました。はい、これ意識の問題です。うん、まあない、そうですよね。正直写真集の撮影の時頑張ってお腹を引っ込めていた。
一本これはちょっとメンバーからも話題がこぼれましたけども、これちょへっこめたんけ、へっこめだっちゃろ、へっこめだっちゃ、だって太田プロが言うんだもん。ぶっちゃけた事務所が、はい、この後お腹引っ込みなさいと。なんか普段からこう撮影するときはこう水着の時ですから、あのまあね、多少の引っ込めは必要だと言われていたのでですね、そう引っ込みましたけど、何か問題でも。ということで3本入りましたんで渡辺勝利。やったー。美しき色彩に満ちた地球を真っ白な灰にしようと企む悪の化身、ホワイトサタン。その野望を打ち砕くため立ち上がった5人の戦士がいた。白い悪魔ホワイトサタンが現る。東京秋葉原 AKB48 シアターがあるこのビルの地下に、人知れずエキレンジャーの秘密基地が存在していた。ねえレッド、何読んでるの？赤い月、廃液の上に。さすがレッドだけに。ブルーは？青いバラの夢。さすがブルーだけに。イエローはタウンページ。おい。緊急連絡です。ホワイトサタン現る。ホワイトサタン現る。ホワイトサタン現る。ちょっと何するんですか。白くなれ白くなれ。これ以上スマートは入れないで。お願い。白い悪魔ホワイトサタン、美しき色彩あふれる地球を真っ白な灰に火炎とする悪の化身だ。出たわねホワイトサタン。相変わらず白々しい芝居しちゃって。その人を話しなさい。よし行くわよ。駅のホームでただ一人。エケレンジャーは AKB 作文がうまく落ちた時、その笑いのエネルギーで変身できるのだ。なのだ。ファ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 イ、よく来たなこの色使いがチカチカした野郎ども。チカ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 。なんだその返しは。クソ。よしこいつを返してほしければこのゲームをクリアしてみろ。しろっか。声高。お前はここに入っておけ。ファ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 イ。おっちゃん。ファ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 イ。助けて。今回のゲームバトルはこれだ。恐怖48秒10円立て。ルールは簡単じゃ。5枚の10円玉を1人ずつ48秒以内に立てることができたらクリア。失敗したら人質は真っ白になってしまう。ファファファイ。頼むよ。戦わず白旗をあげるかファイ。絶対クリアしてみせれば。この木娘。はい。4 3
3、2、1。バトルスタート。しかし5人のマックスパワーは48秒しか出せないのだ。落ち着け。人質の応援など全く耳に入っていないのだ。なかなか10円を立てるのは難しいホワイ。おお、クララ当たった。ブルーはーい、いいぞ。しかし残り時間はもう半分なのだ。レッドは戸惑っておるな。ほら時間が刻々と。ここが一番難関じゃぞ。やった、頑張れ、やめた。グリーンメイ。救出失敗。ざまあみろ、これでも食らえ。エケレンジャーがゲームに失敗すると人質は真っ白にされてしまうのだ。また一人真っ白になりよったホワイ。どうしよう、どうしよう。美しいぞホワイ。あら、よし、みんなで楽屋で話そうか。頑張れエケレンジャー。負けるなエケレンジャー。フレーズミュージアム。それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は、さあ今宵はどんなフレーズが寄せられたのか。今回のテーマは、急に部屋に入ってきた妹に言われてドキッとする一言。まずはペンネームニクソンさんの作品。急に部屋に入ってきた妹、前田敦子に言われてドキッとする一言。お兄ちゃん、私の部屋にゴキブリが出たんだけど、やっつけてよ。困った顔、 S 心がくすぐられます。お兄ちゃんが守ってやるからね。続きましてペンネームスティンキーさんの作品。急に部屋に入ってきた妹、宮崎美穂に言われてドキッとする一言。ちょっとお兄ちゃん、私の部屋勝手に入ったでしょ。怒った顔、今度は M 心がくすぐられます。難しい。さあ今回私が採用するのは、こちら。いやー、こんな妹が欲しい。お兄ちゃんになってゴキブリからいろんな男から守ってあげたい、そう思わせてくれました。そしてボツの作品は、やだやだ、今日はやです、やです、やです、本当にごめんなさい。ごめんなさい。許して、ちょんまげ。許せません、ちょんまげ。許して、許せ、許せ。え、なんで、なんで、やだやだ。いや、やだとか言われたら。はい、じゃあれみたい、赤い、あ、緑の花の先生みたいですね、ドラマの。赤花、そう、赤い花だけとか緑。いやー、俺って S かな。今回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズをスペシャルバージョンにして好評配信中。どうぞご堪能あれ。この後新曲映像を初公開。新曲映像初公開。先日富士急ハイランドで行われた夏の猿おばさん祭りで待望の新曲リバーが発表されました。発売は10月21日。どうぞお楽しみに。 SKE48 初の写真集が10月10日に発売決定。デビューからの1年間を追いかけたコンプリートフォトブック。地元名古屋と東京で握手会を開催予定。詳しくはオフィシャルサイトで。 AKBINGO ファン感謝企画。メンバーがあなたの朝ごはんを作りに行っちゃいます。応募は番組ホームページから。さらに
AKB メンバーの胸キュンメールも配信中。携帯サイトをチェックしてください。さあ AKB48 に続くちょっと大人の新ユニット、20歳以上で結成された SDN48 がテレビ初ライブ。セクシーなダンスにも注目です。深いね。大好評のうちに完売した AKBINGO クリアホルダーをメンバーのサイン入りで特別プレゼント。応募は放送終了後から2時間、欲しいメンバーの番号をコールしてください。これが寝床。次週 AKB プロファイリング、メンバーのプライベートを大公開。僕はそんな〇〇さんが大好きでした。熱い言葉だ。いや、これは深いね。そのメンバーは一体誰だ。この番組は